こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。モンゴル始めましょう。クマちゃんって何？さあ何をやるかですね。お知らせ見てみよう。ブリヂストンゴルフカップっていうのがある。ガチャはご覧の通りだから、これはまあ引き続きやるんだけど、前回がラルフ・ローレンだったっけな。じゃあやりましょう。ブリヂストンゴルフカップ。ダントナです。いいですね、海沿いのコース。デカカップだ。まあやべえ、はず、なんだこれ、急に落ちていく。嘘だろ。やった。どうだよ。なんで右に寄るんだ。ボギーか。よくボギーでとどまったな。なぜだ。本当になぜだって言いたくなるな。なんかおかしいですよね。なんで右に行ったんだボールが。妙だ。なんかこれ、なんかゴムの破片みたいなのが落ちてる。二人リタイアですね。お、今度はゲイスが。超長いコースだな。あれ？
っすぐ行ってるよね。風がすごい左、右寄りだったのかな。風もしっかり見ないといけません。これは厳しいな。ガジュマルの木が、ちょっとオーバーか。カラーか、カラーズ。逆にこっちの方があのチップイン狙えるからいいかもしれません。どうも、ねえねえ、え、なんで、なんで、高さが違うのか。パーはキープ、チップインパーです。3000、結構なポイント稼ぎましたね。まあそれはいいんだけど。シメルさん入りました。4人しか残らなくなってしまった。デカカップの割には、デカカップで減ったのは放題グリーンだな、これ。ちょっと左に押しとこう。ちょっと足りないか、距離が。ね、スミラフ9m、上りですからね、これちょっと強めに打ってもいいんじゃないでしょうか。 OK、 デカカップダメだ。そうだ、いけるか。パーはキープしたが、まあな。くそ。まあ4位です。ポイントも増えたよ。どこまで獲得できるんだ。さあ2回目の挑戦です。風もちゃんと見ないといけないですね。ピナスイレブンやらなきゃな。風ですね、アゲインストです。ここに右に行こう。わ、木がちょっと邪魔だ。そうだ、まあ悪くはないが、
ちょっと足りないんじゃないかな。結局ボギーでした。なぜだ、本当なぜだですね。なんだこの破片、謎破片は。これ多分弾の奇跡なんでしょうけどね。ジャミノスケさんがいる。あったかな。おかしいだろ。お願いします。この辺どうだ、右に寄りすぎ、いや左だ、これでも左なのか。風は、風は追い風なんだよな。これはきつい。アプローチ位置でいいのだろうか。出せない、砲台部員だ。これ罠多すぎだろう。このあのゲームのグリーン信用できん。いけ、チップインバーディー、うん、ダメか。結局またボギー。取ってる人もいるから絶対絶望的下手だな。風の様子見てなかった。オーバーかな。大体かなりグリーンが転がりが良すぎんだよね。チップインチップイン、オッケー、チップインバーディー。このゲームチップイン狙っていくしかないな。どんどん入っていきます、どんどん入っていきます。たけさんですね。
介さん動きがない。あ、ダメだ、リタイアだ。たけさん5位でした。いや、ポイント稼いでいくしかないね。チップイン10回目だったんですね。してるんじゃないかなと思います。なんで、微妙に頼むぞ。左側を狙っていきます。これでどうなる。いいじゃないですか。ただね、ヤシの木がここ邪魔になるな。さあ、当たるか当たらんでくれよ。ん？オーバー？あかん。右はちょっと転がりが良いカラーです。さあ残り 8m、 もうここチップイン狙っていくしかないです。特にデカカップなんでね、チップイン一択じゃないでしょうか。決まりました。うまくはまりましたね。さあどんどん入っていきます。これ全員入ったかな。それとも2人なんかいないですね。あ、2人はリタイアですね。超パワーでどんどん押し切っていきましょう。これはここに超パワーを使う。悪くはないが、あそこが旗だったら見えるんじゃないかな。これはアゲインストか。3.4m は結構きついですよね。あ、でもオーバーだ。オーバーしたな、アゲインストなの。お、ダメだ、やっちゃった。パーパットですね。いけるか。パーはキープしたが、
ちょっと後半もったいなかったアプローチで。まあな。なんか星がついてますが、なんだろうこれ。スーパットでも入ったか。オーバーする。よし。これ転がりが良すぎるだろう。ホールインワン決めた人もいる。チップインだ。チップイン狙いだ。いけ。チップイン。あー惜しい。1万超えたな。5位でした。最下位にはならなかった今回は。チューンアップ。いいねしましょう。いいね、ウィンセンさん。星を受け取りましょう。お、パワーボール5がありますよ。もうパワーですからね。なんか服ももらいました。ポイント不足ですね。パワー5なんだ。インパクト&パワー。プラス5が2つある。どんどん作っちゃう。能力ボールを壊しますっていうのがあるんだ。壊すこともできるんだな。3とか4とかなかったっけ。
じゃあインパクトボールで4ってある？4どころか5がありますね。じゃあ怖そう。3はいらんよな、もう。ボールをコントロールボール、コントロールボールも星5が、あ、プラス5が4つあるんです。ピッカーなんかいらねえや。いる機会ってほぼないですからね。パッドコントロールは俺は強くなるんだ。あ、プラス3までなんだ。パッドコントロールとサイドスピンボールが増えるんだな。サイドスピンボール6あるんだ。スピンもあるよね。スピンも星5がありますんで、壊していきましょう。どんどんで星5に切り替えです。変えるボールもあるんだよな。パッドコントロールは3までなんでね。両方叶えるボールって貴重ではありますけどね。売却もできんだ。例えば全部まあ4しか売れないから、でもしゃあないのか。まあ整理しましょう。でも大して金にならないんで、ピッカーなんか使わなくてもいいです。スピンボールも10個あるんだな。星4以上じゃないと存在意義がないですね。入ってあるのかな。ルーカスさん、イベント終了。そうなんだ。東京グランドガーデンをちょっと1ホールだけやってみましょう。
と上か。左行っちゃってる。バンカーだ。あー意地悪すぎるよこのゲーム。ショーツ、バーディーパットです。頼むぞ。お、バーディー取りましたよ。よし、さあこれでどうなる。解放されない。何かが足りない。スーパーバックスピンってなんだ。ここかな。バーディー以上でクリアすればいい。何でもいいから。バンカー外していきましょう。お、いいですね。グリーンは結構近づいたか。いやー届かないか。はい、バーディーへは近づいた。けーチップイン。あーでもいいですね。オッケーです。バーディーです。よし。解放されない。ってことはこれ全部解放されないとダメなのか。いいですね。ナイスショット。よし。パー4。はい。勝つのは容易なんだけどな。絶対プレーって負けるプレーっていうことじゃないか。うさぎさん。あ、やばい。早くやってくれよってを煽るな、煽るからな。いや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 、ギブアップ。入らなかったらどうなるの。入らなかったらアンプレアブルだろうな。それはイライラするだろうけど、さすがに左に逃げますね。それがいい。さあこちらは2打目になります。右オーバーかな。2.5m。手前来た。
いいですね。これでグリーンです。頼むぞ。オッケー、イーグルか。文句なし。解放されない、全部クリアしなきゃいけないの か、 なんか別の条件でもあるのかな。スーパーバックスピンってなんだ。技を装着しないとダメってこと？ツオンですね。堅実にツオン。スーパーバックスピンってどうやって実現？これは。おお、すごい、グレートショット。相手の3ダメです。いけるか。ともいいな。うわ、有能すぎる。これを入れないと負けになります。ならないか。パーだと勝ちか。なんだこの子。これはオーバーだろうね。よし、そこに始めると悪くはないが。相手はまあ強いですからね。あーっと、バンカー入ってしまった。もったいない、これは悔やまれる。いけるか。オッケー、バーディー。このスーパーバックスピンってスピンボールがいるのかな。変わらないや。なんか条件が別にいるかもしれないけど、
ちゃやってみてもいいかもね。はい、ということで、こちらプレイ以上になります。ミンゴルやっていきました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄に表示されているこのミンゴルのプレイリスト、ブログ、ツイッターアドレスぜひご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。